したくねえな。あ、でもある程度決まったの。これはどうする。いや、これはちょっと出そうかなと思って。結構良くないまとまってて綺麗だね。めちゃめちゃいいね。しかも結構なんか白いね、歯が、うん、青めちょっと青いかもね、うん、これあの前みんなで選抜した時に選んだ、うん、やつじゃなく、その中から最後漏れて敗者復活の中で、まあ、票数が多かった、まあ、D と E が多かったんだけど、あ、うんはいはいはい、D はね、あんまり、でこれ E の方かな。なるほどね。結構いいんだよ。そのままこいつは隠しとこうかなと思ってたね。やっぱ俺が育てようかな、これ。ほら、話変わってきた。話変わってきた。ちょっと俺今から内職しないといけないから。内職？いかつ。どこに押す？あ、スタンプなんだ。もうそれ終わりじゃん、そこでもうジュッてやったら。そうで、行ってみる？ど真ん中？ど真ん中か右下かって感じ？いや、右下はど真ん中だよね。押せないよ。行きます。行く？これマジすごいよ。何が？いいよ。カチってないんだ。おお、うわ、綺麗に押せるね。シールじゃん。すごくない？え、シールじゃん。くれるの？あげる、綺麗だぞ。綺麗。あ、2回目の方がうまいね、やっぱりね。ちょっとかすれたけど、なんかさ、かすれてるのもいいんじゃないの。うん、難しいな、なんかちゃんと真ん中がいい。だいたいでいい。だいたいでいい。え、すごい、これを何何個やるの。100 100 100個も株売らないのに。100個も株売らないのにさ、100。これでも重ねない方がいいんじゃない。これ裏に映っちゃう。映るのも味じゃない。味って言ったら何でも許されるやつね。楽しい。どんどん押したくなっちゃう。じゃあ、なんかこの壁とかにも押しちゃえばしましょう。バカ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 。そう、もう終わりだよ。楽しい。こんなでかかったんだね。ね、小さくても。でも袋に対してはこのぐらいのサイズがいいよ。いいよ、うん、いいよ、めちゃめちゃいいよ。印刷したみたいだもんね。うん、結構強めにクッて押してると、そこで綺麗に映るの。うん、優しい。あ、やっぱ優しいとちょっとかすれるんだね。ちょっとでもかっこいい。かすれてんのかっこいい、うん、かすれさせた方がインク長持つんじゃない。でもこれ印刷幅に対してちょっとちっちゃいから、あれだよね、ちょっとお得感あるよね。インクお得感あるよね。インクがね、規定の回数よりか多く押せんのかな、もしかしたら。かもしんない。でもあのインクの量は多いよ。そうだね、確かに白抜きしてるから。逆だからね、赤の割合が多いよな。確かに文字がこうインク作る。え、これマジかっこいい。嬉しくなっちゃってんじゃん。嬉しくなっちゃってる。これあれでしょ、イベントの時の、そう、購入株の時に渡す袋だよね。そう、なるほどね。これは俺らの株を買った人だけが渡される、それとも他の人の株を買ってもこれなの。ちょっと考えます。ちょっとそういうの考えずにこれをただただ作りたいっていう思いだけでも作ってるから。あ、そうだよね。ちょっと当時作る人は楽しみにしてるし、いろんなの作ってんだから。え、なんかはみ出た、ゴミついちゃった。ちょっとこれだけ、まあそれも味だね。ちょっとやめときます。味では許されなかった。さすがさすがのビカルとか入んねえもんな。入んないね。何、いやいや、いいなって。終わっちゃったじゃん。惚れ惚れしちゃってる。惚れ惚れしちゃってる。す
すごくいい。ちょっと広げてみてよ。それちょっと分かりづらいからさ。ああ、なるほどね。何も考えてないから、こういうのとか入んないよ。確かに。そういうの考えてないから。この大きさは無理だな。これ、これは、これ、これは、これは、これは。ちょっと危ない、ちょっと怖いね。じゃあちょっと収まるように曲げ直すか。曲げてる感じがね、入んないもん。そうそうそう、だからこれは入るんじゃない。これは入る、入る、これは入るね。これも多分上はみ出るけど入る。いや、それは無理だ。それは無理だ。いい、いいじゃん、いいよね。いやー嬉しい、今日これと一緒に寝よう。めちゃめちゃ寝るでしょ。これと一緒に寝よう。俺はちょっとこれやってるから、やってていいよ。何をやってて、やってればいいの。やってていい、これ何。そう、これね、これ出品株なんだけど。これ出品するやつ。出品しようかなと思って。これ何。これパーキプス。パーキプスです。俺それ欲しい。お前が欲しいんだ。俺買うこれ。意味わかんない。朝一で俺買う。朝一で誰も勝てるじゃん。喋る。朝一で俺買うそれ。本当に欲しい。これ俺そうそうんだよ。そうしてんの。このね、根元のとこ見て、このこれなんていうの、パワータンクから育ててんだけど、上ボッコって膨らんできたのよ。このだからここからどん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 多分大きくなっていくから。え、すごいじゃん。本当に買いたい。いや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 、売れ残ったらな。売れ残ったら。高いでしょこれ。だから。これそうだね。安くはないし。安、まあ多分ね、こっちとかの安さではないかもしれない。そうだよね。このサイズ感だし。まあそりゃそうだよ。いいよ、高くしとって。買わせないよ。でもその値段で売るんでしょ結局。だから結局でも高くしても欲しい人いたら買っちゃうから。そうだね。欲しい人がいれば。これなんかどうなんだろう。なんかちょっとさ、せっかく盆栽やってるからさ、なんか綺麗に見えるように誘引しようかなって思ってんだよね、枝ぶりを。はいはいはい。どっちがいいんだろうね。逆にありのままの方がいい人。俺はそのままでもいい。ジョボの付加価値をつけるか。まあっていうか、まあ綺麗に見える株の方がいいじゃない。まあね。そうそうそう。もうちょっと分散して見えるように。あ、やってもらおうか。やってもらおうか。そうですね、ヤスが買った時にやってもらえる。そのままでもいいって言って結局やるんでしょ。だって俺その後。それ本当に欲しいかも。いや、このぐらいに広がった方がなんかかっこよくない。かっこいい。これがさ、広がりはね。そう、これ離すとさ、こうなっちゃう。これをこういう風にやっぱ分散して、なんかさ、やっぱ綺麗に見えるよね、枝としても。こうなって、こういう感じになったほうがさ。なるほど、ね。ここで幹太くすれば、多分ここで固まるだろうから。なるほど、やっちゃう。やったっていいね。うん、まあ、ちょっと、もし購入した人がやってほしいって言ったら、その場にやろうかな。あー、ライブパフォーマンス的な。そう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 。で、別にこのままで自分でやりますって言ったらやるし、やってもらうし。じゃあ道具だけはちゃんと準備してて。あ、そう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 、持ってくから。針金とか持ってくから。で、ね、ちょっと教えてほしいって言ったら一緒にやろうかな。まだそのあれね、教える料金として5000円ぐらいとか。もう盛り込まれてます。中にベッドですって。まあ、その代わり、運動を2人きりで1時間ぐらいかかるかもしれないけどね。あ、それはそれでどうなんでしょうね。喜ぶのかな。このぐらいの距離で話しかけるから。最悪だな。最悪だな。マスク必須です。そうだね、そうだね。ガスマスクぐらいかもしれない。そう、だから俺の育ってる盆栽シリーズをちょっとね。そうだよね。そう、これも持ってきたんだけど、これがモミジ。そう、モミジなの。はあ、それいいね。これ一緒。これもこれも出品する。出品する。多分これはね、まだ値段つけてないので、これかなり安く売ると思う。もう、なるほどなるほど。これはそれをお教室でやったんですか。これお教室でやったの。お教室でやったやつ。お教室さん、お教室さん、お教室さんでやったやつ。お教室さんです。これちょっと、これ当日来た人にちょっとね、
これいい話があるから、ちょっと当日たちも話すのこれ。何何何何いい話あるのそれ。買うって決めた人だけに話す。そう、これめちゃめちゃいい話があるからこれ。なるほどね。何それ。俺買う。いやいや買うよ。お前のイベントになっちまうじゃねえかよ。俺が買うかもしれない。主催であり購入者でありみたいになっちゃうじゃん。買う人つまり色。まあ俺が出すのはこの辺とかかだよね。この前もやったけど、これね、これ県外に半県外かな、いいじゃんにした。もう伸びてんだよこんだけ。すごい。1ヶ月前からで、もういいな、もう上向こうとしてんの。すごい元気だ。元気ですわ。これかっこいいね。かっこいいよねこれもね。そう、盆栽シリーズをちょっと持っていこうかなって。これで矢鉢が隣で売ってたらセットで買ったら、ね、めっちゃいいんじゃない。そう、ワンチャンちょっとこれを矢鉢に植え替えちゃうと値段が多分すごいことになっちゃうからだからこれは回るけど、隣でもしね、多分ね、俺この四角い矢鉢あるじゃん、はいはいはい、あれめっちゃ合うと思うんだよこれね。いいよね。そう、角矢鉢にね植えたらマジでかっこいいと思う。いいよね、めちゃくちゃいいと思う。なるほどね。多分いっぱい持ってる方よりもこれ1点で育てたいとかっていう人の方がいいかも。幅取るから、うん、確かに3つ分ぐらい取って、そうそうそう、3つ分ぐらい取っちゃうからどっかちゃんとインテリアとして飾れる場所がある人がいいかな、多分買うとしたらね、うん、まあ、もちろんいっぱいある人買っていくのもいいけどね、うん、普通盆栽ってやっぱりあれなんだよ、室内じゃ育てらんないって言われてるからさ、はいはい、これ室内でずっと育ってるから、ね、こっちは室内で楽しめる盆栽としてやってもらっていいと思うからさ、それはそれで楽しいよ。確かにそうだね。まあ茶葉にもちらほら持ってきてないまあまあまあ、まあ、まあでも他はまあ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 っていう感じになると思うから、目玉はだってね、そうそうそう、やっぱ盆栽のイメージあるじゃん。そうだからやっぱこういう系をね、やっぱ紹介したいよね。そうだね、うん、俺のやつ買ってくれた人には緑のタグ、緑タグそうつくんだよね。そうで、この緑ステッカーもジョボさんのやつは、ね、そうジョボの株を買うとタグが緑でステッカー緑がついてくる、1枚ついてくる。袋ごとじゃないですよ、1枚1枚1枚ついてる、うん、じゃあヤスの株を買うと赤、うん、なんか考えてるかもしかして。いや間に合うかな間に合わないよねだって赤以外なんかあるんですか。いや、わかんない。赤ってことだよね、でもね、通常月中みたいな、考えないとなで、俺の株を買うと青、青だね俺の株これだけです庄司が唯一持ってる植物だもんね。アガベ、うん、唯一のアガベ、笹の焼き、欲しいやついるかないやー、いないでしょこれを買うためみたいになっちゃうよね。あ、そうこれだからステッカーとタグステッカーの値段とタグの値段そう、そういうことになっちゃうね。でもし3色全部コンプリートしたいっていう人は一点物を狙わないと。それを狙わなきゃいけない。ただしこの親株、子株が4つついてるんですよ今ほらすごいよ、この子株も売っちゃう。おお間に合うかな、間に合うかな、抜きないみたいになっちゃうかな。抜きないのパターンもあるよね。これもうあれじゃん、発根してそうじゃない。植え付けないとね、うん、そうだね。できんのかな、そんなことやらないと。でも、えー、やっぱり自分の株だから。そうだよ、ね、だから失敗した時は売ってないそうだね、この1個だけっていうパターンもある。そのステッカーは1枚しかない、1枚しかっていう可能性もある。もしくはこうちょっと失敗したやつも置いといて、それ買ってくれたらこれつけるからね。あ、そうだねもうタグとステッカーを買いに来ましたみたいな感じだよね。セール品みたいな感じだよね100円とかになるかもしれないよね可能性は、200円とか全然あるよだから本当に青が欲しい人は僕の株を買ってください。はい、多分少ないんで。そうだね、激
レアです。多分青と緑超激レアになりそうだよね。でもワンチャン俺配ってるかもしれない。絶対怒られる、絶対怒られる。俺が許さない。あげた、配っていいやつ分はまあ渡したでしょ。ああ、もうもらってますから。ダメだよ。じゃあそれを配るしかないか。あ、じゃあ庄司に声かければワンチャンもらえるかもしれないってことね。持ってたらね。持ってたら忘れてきそう。ちょっと、おう、どうなんすか、これ何枚あるの。50枚って言ってるけど49枚になるね。あ、50枚だ。回収されました。わかんない。まあ、大体50枚。大体。じゃあ、あと半分あるとか。意外と早かったね。いや、楽しいもん。夢中になってたね。夢中になってた。どんどん押しちゃおう。すぐインクなくなりそう。適当なところで。よくあの夏休みとかのさ、なんかポケモンスタンプラリーみたいな感じで押せるようにしてくれる。今 JR にあるもんな。あるな。あれパターンいいよ。めちゃめちゃいいわ。ね、当日持ってってね、おのおのみんな好きなところにこうやって押してもらう。いやー、ちょっとインクがな。これ買えるインクはでも買えるんだもんね、きっと。買えるんだね。すごい。いい、言ったら一番いい買い物だよ。一番いい買い物。今回のイベント、一番いい買い物だと思う。一番いい買い物してる。一番いい買い物。いや、まだそれしか届いてねえ。どんどん更新されてるかもしれない。いや、楽しみだね。楽しみだよ。楽しみだね。いや、来てくれる人と会えるのがいっちゃん楽しみ。ね。来てくれるかな。一人は来てくれるでしょ。一人はいるかな。一人は来てくれるよ。その一人のために頑張ろう。うん、5000人以上いるんだよ。一人はいるでしょ。もう一人目だったら俺やめる。やめるわ。やめよう。やめよう。もうそうなったらやめよう。もういらなく、いらないよ。もう俺らというコンテンツがもういらない。いらないよ。一人に来られたら。そうだよな。そうしよう。まだちょっと準備期間まだあるんで、いろいろやんないとダメだよ。そうだね。もう忙しいよ。楽しいな。いや、俺が買います。いや、買うな。そうだね。ちゃんとこれ買いそうな人、こうやって避けないとダメだよ。うん。いや、ジョボが向こう見てるって言ったら、あれ売れたのみたいになっちゃう。それはかなりうまくいってるから、楽しみだな。頑張りましょう。うん、ぜひ9月29日越谷レイクタウン国際フェスティバル2024ぜひいらしてください。はい、お待ちします。楽しみにしてます。楽しみにします。